ディクレアチオン・ダルカディアはヨーロッパに在住する日本人の音楽家4人によって構成される古楽、アンサンブルグループ。グループ名はイタリアバロックの作曲家ビアジョ・マリーニの楽曲の題名にちなんで付けられた。4人は2003年から開催されているヘンデル・フェスティバル・ジャパン・オーケストラの中心メンバーでもある。レパートリーは1600年から1800年のバロック。 古典派初期の室内楽作品に焦点を当てて、ビバルディ、コレッディ、J.S. バッハ、モーツァルトといった有名作曲家のみならず、バロック期の未出版作品などもコンサートで取り上げている。2004年11月、ロベレートでの第8回ボンポルティ国際古学コンクールのアンサンブル部門で第1位、長州賞、ORF 録音賞を受賞。本線の模様は、 イタリアと ORF ラジオで放送された。翌2005年のイタリア、スロベニアでのコンサートツアーを皮切りに、ヨーロッパ各地での数多くの音楽祭に招聘されている。特に2007年オーストリアメルク音楽祭でのコンサートは、ドイツの古学専門誌、コンツェルト上で批評され、非常に高い評価を得た。2008年に ORF レーベルへの CD 録音を予定している。 これまでに以下の音楽祭に招聘されている。アッカデミア・フィラルモニカ、アッソ・チャツヨーネ・フィラルモニカ、アミーチ・デラ・ムジカ、ウルビーノ・古学国際音楽祭、グランデッツェ・メラビッリ、トレント・古学祭、シン・バロック音楽週間、サンマ・ウリツヨ、ミト・音楽祭以上イタリア・ブレジーチェ音楽祭、メルク国際バロック週間、インテーネ・音楽祭、エッカルト・ザウジョーコンサートシリーズ、 フィオーリムジカーリコンサートシリーズまた、日本国内では、メジロはロック音楽祭で、グナールレッツボール、エンリコガッティ、ラベネシアーナと共演している。ありがとうございます。